雷鳥は、超高奇地目奇地から雷鳥族に分類される鳥類。英名は、ロックとミガンであり、サンダーバードではない。かつての学名は、ラゴプシムトゥースだったが、属名はギリシャ語由来で、女性名詞であるため、種相名が修正された。雷鳥赤の鳥は世界に6族17種が生息し、雷鳥の仲間では最も寒冷な気候に適応した、種である。 ユーラシア大陸と北アメリカの北極海沿岸、ヨーロッパとアジアの一部の鉱山帯に広く分布する。ピレネー山脈、アルプス山脈、日本には隔離分布している。ジョスガードによる1983年の報告で、フィンランドで約8000羽、イギリスで2000の2万羽が生息していると推定されている。 肺末体に生息する来鳥の母と子孵化直後の、ひなは背丈およそ6センチメートルほどで、足は体と比較して大きい。成長の体重は400から600グラム程度。全長は約37センチメートル。翼会長は約59センチメートル。夏は褐色。 冬は純白と季節によって羽毛の色が変化するのが特徴である。冬は羽毛の中に空気をたっぷり蓄えて体温を逃さないようにしている。羽毛は軸が二つに分かれその軸についた細かい羽毛の密度が高いため空気をたくさん含むことができる。春は黒い羽毛が混じり始める。オス個体では目の上には赤色の日刊がある。これは オスの特徴で興奮しているサインである。メスは背中が茶色になる。スカンジナビア半島からコラ半島までのヨーロッパ大陸とスコットランドに分布する秋に翼が灰色になるグループとこれ以外のグループに分類される。日本の固有亜種のアシュライチョウは後者である。以下の亜種の分類は IOC ワールドバードリストに従う。分布は IOC ワールドバードリスト及び黒田橋先に従う。日本にはアシュライチョウが本州中部地方の鉱山帯のみに生息する。飼わずに似た鳴き声を発する。日本の生息地がライチョウの南限である。日本国内の現在の分布北限は新潟県首木山海の日内山と焼山分布南限は 赤石山脈のイザルガだけである。なお、北海道にはエゾライチョウ属テトラスツのエゾライチョウが生息する。北海道にラゴプス属が生息しない理由はわかっていない。環境省は、有生卵を抱かせての孵化や、天敵の生息状況調査を計画している。江戸時代以前の文献では、縦さ山、八ヶ岳、 白山に雷鳥が生息していたと記録されているが、現在は生息していない。岐阜県、石川県境に位置する白山は、大正初期を最後に確認が途絶え、絶滅したとされた。本来雷鳥の繁殖活動が確認されていない、八ヶ岳、東天区岳、飯綱山や戸隠連峰、甲綱山で、1960年代、移行数回にわたり、登山者により写真撮影されたり、 フンが確認されたことがある。これは、本来の生息地である鉱山帯の生息環境が悪化したことによって、新しい生息場所を求めて飛来した個体と考えられる。雷鳥が日本にやってきたのはおよそ2万年前の表記で、カラフト、カムチャッカ半島を経由し、本州中央部の鉱山帯に定住したが、表記が終わり温暖になったことで大半の雷鳥は、 寒い期待戻ったが、ごく一部が日本の鉱山に残った。現在は北極周辺が主な生息地域である。日本の雷鳥は一番南の端ということになる。ミトコンドリア DNA の解析結果では、北アルプスに2系統、南アルプスに2系統が生息している。また、年平均気温は、 現在よりに摂取4度高かった6000年前から9000年前のヒプシサーマルキの前半に著しく個体数を減少させたことが遺伝的多様性に欠けた個体群を形成させた。南部の生息地ほど遺伝的多様性に欠けている。同族のラゴプス族の分布で物理的な距離が最も近いのはカラフトであり、日本に生息する種は 物理的にも隔絶されている。2005年の調査によれば、新潟県首木山海の日内山と、新潟け山に約25は、北アルプス朝日岳から穂高岳にかけて約2000は、のりくら岳に約100羽、御ン山に約100羽、南アルプス海駒ヶ岳から、光岳にかけて約700羽生息しているとみられる。日本国内では合わせて、 約3000は程度が生息していると推測されている。2007年には南アルプス北だけで絶滅したとの報告があったが2008年には生息が再確認されている。天敵の猛禽類や動物に捕食される以外に山小屋などから排出されるゴミに混じる病原体や人が持ち込むサルモネラ菌やニワトリなどの感染症である乳化する病。 ロイコチとゾーン感染により、国内の雷鳥が減少することが懸念されている。また、登山者の増加に伴い登山道周辺の肺末帯が、踏み荒らされ劣勢となり、次第に減少しており、それに伴い雷鳥の生息数も減少している。卵及び王朝やメスはお古女、天やキツネなどの天敵に捕食されやすいと考えられ、オスの比率が高い地域は絶滅の前兆とされている。 以前から日本ルに幼鳥が捕食されているとの情報がもたらされていたが、2015年に捕食している日本ルの写真を研究者が撮影した。鉱山やツンドラに生息する。日本では鉱山帯のいわば、ハイマツの茂みなどを隠れがとし、ハイマツは映像場所、食物としても利用される。卵かきは、 標高2000から3000メートルのハイマツ帯に分布し、繁殖期には都いごとに直径300から400メートル程度の縄張りを形成する。春にはハイマツやお花畑の周辺に集まり再植する。ハイマツ周辺ではオス同士の縄張り争いが行われ、5から6月のハイマツの縄張り形成期には縄張りに侵入してくるオスと激しい空中戦を 行うことがある孵化後はオスの縄張り活動はなくなり単独またはオスだけの群れを形成する産卵は5月下旬 -7 月上旬に行われる産卵用の巣は30センチメートルから40センチメートル程度の比較的背の低い肺末やシャクナゲ類の影に作られることが多いメスは 炭鉱灰色の暗褐色の大小の反転がある2 5ム程度の卵を5個から10個程度産み、放卵を行う。放卵の時期には、メスは通常より10倍ほど大きな糞をする。孵化日数は3週間程度である。孵化したヒナは1ヶ月で1 0 0ムを超える大きさに成長する。幼鳥は4ヶ月程度メスに保護され、10月には、 親鳥と同じ程度まで成長し親離れする。この頃白色の冬はへと変化も始まる。冬の来鳥は滅多に飛ばない。ゆっくり歩いて、雪の中で体力を温存する。夜、休む時には雪を掘り首だけ出して休む。また、足に羽毛を持つのは他のキ地類にない特徴である。一般的に登山者の間では、ガスの出ているような天候の時に見ることが多いと。 言われている。もともと寒冷な地域を生活圏とする鳥であるため、夏場の開正時には、暑さのために、排末群なくない岩の隙間、ぼんぼりの中などに退避しているという可能性、天敵から身を隠しているという二つの可能性から、このようなことが言われていると考えられる。寒さが得意な雷鳥は逆に夏の暑さが苦手で、気温が摂氏十六度以上になると呼吸が激しくなり、 体調を崩したという報告もある。厳冬期は餌を確保するために阿光山帯の森林限界付近まで降下し、カンバの唐河や大オ白オビソの葉を餌としている姿が観察されている。ヨーロッパと日本のアシュは定住性であるが、北方のアシュは広範囲の移動を行う。飛ぶことはあまり得意ではないと言われており、基本的には地上を徘徊する。飛翔能力については、 十分に解明されていないが、前述のように本来の生息域外の山海で発見されていることから、低山帯を中継しながら15から3 0トル程度の距離を飛ぶ能力は有していると考えられる。スキー場建設などの観光開発や、家畜の放牧などによる生息地の破壊、狩猟、送電線による衝突し、人間による格乱などにより、 生息数は減少している。アルプスでは気候変動、北極圏では温暖化による低木林の増加による影響が懸念されている。一方で2016年の時点では分布が非常に広く生息数も非常に多いと考えられているため、種として絶滅の恐れは低いと考えられている。ヨーロッパのいくつかの国、 中国、日本でレッドリストの指定を受けていて、その他の地域では狩猟対象となっているところがある。スウェーデンでは1978から1980年に年間1万1700杯ほどの来鳥が捕獲されている。アイスランドでは狩猟による生息数への影響調査が行われている。富山県、長野県、 岐阜県の県庁に指定されている犬橋など、猛禽類の天敵を避けるため朝夕の他に、雷の鳴るような空模様で活発に活動することが、名前の由来と言われているが、実際のところは、はっきりしていない。古くは、雷の鳥と呼ばれており、江戸時代よりか南ん、雷型よけの信仰があったが、雷が、はじめから、雷を刺していたかは不明である。 ヨーロッパや北、アメリカで、雷鳥類は重要な狩猟対象の鳥として、古くから利用されていて、信仰の対象として崇められていた日本とは対照的である。狩猟文化がある、イギリス人のウォルター・ウェストンが日本に長期滞在した、際の1894年8月8日に、常年岳周辺で雷鳥の狩猟を行っていた。文献上では1200年の歌集。 ふぼく和歌唱で、後白川法王が、白山の松の木陰にか苦労して、奴らに住める雷の鳥かなと読んだのが初出とされる。江戸時代初期に、中国の民から渡来した高泉星画を表した名称も用いられるようになった。1711年に、加賀藩が雷鳥を見た白山と立山の東廃者から、調査した調査では、雷の鳥が用いられ、1720年の調査では、 来の鳥と来鳥の両方が用いられていた。江戸時代には、立山、白山、御竹山に来鳥が生息していることが、東廃者により、広く知られていて、江戸時代後期に、牧野定官が、野鳥写生図で来鳥のオスとメスを写生し、鳥と表記し、毛利梅園が毛利金婦で、白山の来鳥のオスとヒナを写生し、来鳥をと表記している。 1779年に、桂山言語表への木の下影などにあるように、長野県の諏訪地域や上稲地域では岩鳥と呼ばれていて、1834年の品の気象録の乗り倉だけのものには、岩手うの振り仮名が付けられていた。1813年の小原文秀による白山気候の写生図では、雷鳥と鳥の両方を記している。地方名では、 富山県で、観古町、木曽の御嶽山で、おとりなどの記録がある。1916から1918年の百科事典、公文庫で、雷鳥に、に作るは、五本邦の紙取りにして、品に、なしと記載され、雷鳥の名称が、一般的となった。雷鳥南アルプスを豪地だけにて、日本の雷鳥は、江戸時代までは信仰の対象として保護されていたが、 明治時代に一時乱獲され、以後のイカ年表の法律で保護され現在に至っている。地球温暖化、低地からの赤狐常天橋太ガラス超原棒などの捕食者の侵入及び増加、低地からのイノシシ日本ジカニホンザルなどの侵入及び植生の破壊などにより生息数は減少している。1 9八十年代に行われた縄張りの垂直分布調査から、 年平均気温が摂氏3度上昇した場合、日本の雷鳥は絶滅する可能性が高いことが指摘されている。基礎駒ヶ岳ではロープウェイの設置による登山客の増加に伴い、残飯を求めて捕食者の点や狐端布とガラスなどが侵入したため、1965年頃までは確認されていたものの絶滅したとされる。2018年7月に、 基礎駒畑で登山者による撮影例があり、採取された羽毛の遺伝子解析からノリクラだけから飛来した個体と考えられ、2018年11月にも複数の撮影例があることから2017年から2018年にかけて少なくともメス1羽が定着していたと考えられている。白山では九百三十年代に絶滅したと考えられていたが、 2009年5月に撮影例があり、同年6月の調査でもメス1羽が確認された。2011年に発表された2009年に白山で発見された個体と1936年に採取された白山産の白星標本のミトコンドリア、DNA 制御領域の分子系統解析では、いずれも飛田山脈やノリクラ竹、 三滝山で見られるハプロタイプに含まれるという解析結果が得られており、2009年に発見された個体はこれらの地域から飛来してきたと考えられている。1955年に国の特別天然記念物に指定されている。1993年に国内気象野生動植物種に指定され、卵も含め捕獲、譲渡などが原則禁止されている。 1960年に白馬だけで捕獲した個体を富士山へ移し、1966年に9羽が確認されて繁殖にも成功したが、1970年以降の目撃情報はなく定着しなかった。2015から2016年にノリクラだけで22個の卵が採取され、人口を孵化させる試みが進められた。 梅雨時の悪天候や捕食者によるヒナの死亡率が高いため、孵化直後のヒナを母親と一緒に、刑事で保護し、飛翔できるようになったら、放丁するという試みが進められている。日本での1961の1985年における、繁殖期の縄張りから推定した、生息数は2953羽とされる。2000年代に、同様の調査から推定した、 生息数は約1700羽とされる。富山県の立山の生息地で、立山黒部アルペンルートの開発前後で、生息数が約250羽から約150羽に減少したと調査報告されている。2019年の時点で、石川動物園、大町山岳博物館、恩師上野動物園、富山市、ファミリーパーク、那須動物王国のご施設で、 29話が飼育されている富山市ファミリーパークでは募金により雷鳥の飼育繁殖技術の確立と野生復帰を目指す雷鳥基金を設立している雷鳥族などの研究に関する国際的なシンポジウムがほぼ3年ごとに開催されている2012年7月20日から24日に長野県松本市で第12回国際雷鳥シンポジウムが開催された 以下の自治体の鳥に指定されている。JR 西日本の列車サンダーバードは、アメリカ先住民族に伝わる空想の鳥、サンダーバードから命名されたものであり、来鳥とは関係ない。ありがとうございます。